施設前にあるパネルと石碑。国立舞鶴病院と刻印してある受付、会計の様子2011年11月より導入された、さら受付期独立行政法人国立病院、機構舞鶴医療センターは、京都府舞鶴市にある医療機関、独立行政法人国立病院機構が運営する病院である、旧国立舞鶴病院、政策医療分野における、 精神疾患の基幹医療施設、がん、循環器病、生育医療の専門医療施設である。京都府がん診療連携病院、エイズ治療拠点病院、地域集散希望師医療センターなどに指定されており、京都府北部はもとより、福井県からも患者が訪れている。地域の中核病院として、地域医療研修センターを開設しており、同センター付属の看護学校の教育の場とも、 なっている。大規模な精神科入院病棟を有しており、周辺患者の受け皿として、一義的、時に普遍的な役割を受けることもできる。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院。このほか各種法令による指定、認定病院であるとともに、各学会の認定施設でもある。ありがとうございます。